チャーターアームズアンダーカバーは、アメリカのチャーターアームズ社が開発した回転式拳銃である。アンダーカバーとは、警察の潜入捜査おとり捜査を意味しており、チャーターアームズ社製で初の回転式拳銃である。弾薬は、38スペシャル弾を使用し、相談数は5発であるが、同弾薬を使用し、相談数も同様であるスミス ウェッソン車製の S&WM36 と比較すると重心が若干長いにもかかわらず軽量である。シリンダーはシリンダーラッチを押し込む以外にもエジェクターロットをつまんで前方に引くことでもスイングアウトが可能となっており、シリンダー自体も前後でロックする仕組みで安全性を確保している。フレームは上下分割式のソリッドなもので耐久性にも優れている。 2019年現在、旧チャーターアームズ社は倒産したが、同じ社名を冠した別資本のチャーターアームズ社によって生産が行われており、旧モデルは重心長が3インチで木製グリップを備え、エジェクターロッドが露出していたが、現行モデルでは重心長が2インチでグリップはラバー製、エジェクターロッドを覆い保護する、 エジェクターロッドハウジングが追加されている1972年5月15日にメリーランド州ローレルのショッピングモール内にて起きた当時第45代アラバマ州知事を務めていたジョージ・ブオレスが支持者に囲まれている中、銃撃された事件で実行犯であるアーサー・ブレマーが本銃を使用した銃撃されたジョージは一命は取り留めたものの下半身不随となる重傷を負った。 1980年12月8日、ニューヨークで起きた当時、世界的な名声を得ていた、イギリスのミュージシャン、ジョン・レノンが、マーク・チャップマンによって銃殺された事件で、チャップマンが使用したのが、本銃である。チャップマンはこの時、銃本体には殺傷力の高いホローポイント弾を5発、装填しており、ジョンが、当時の自宅であった、ダコタハウスの入り口に現れた際、彼の背中に向けて、 約3メートルの距離から全弾発射し、うち4発が命中したジョンは倒れ込み、警察のパトカーでルーズベルト病院に搬送されるも、複数の重傷による出血性ショックのため、間もなく死亡した。ありがとうございます。